パークシティ柏の葉キャンパスは、千葉県柏市に所在する超高層マンション群。一番街、二番街、ザ・ゲートタワーの3基に分かれて開発された。2013年度グッドデザイン賞受賞。柏の葉キャンパス駅東口より一番街、方面2005年に、柏の葉キャンパス駅が開業。駅周辺は、柏北部中央地区一体型特定土地区各整理事業が行われ。 2006年には商業施設のララポート柏の葉が開業した。区画整理地内の駅前周辺に大規模マンションを建設することとなり、2008年には駅前の151街区に1番街が竣工2011年には147街区に2番街が竣工し、2016年には148街区にザゲートタワーが順次竣工した。50メートルを超える 超高層マンションは8棟建設された。ザ・ゲートタワーは、柏市内で最高層の建築物となっている。1番街151街区。2006年に着工。2008年に977個が竣工。2番街147街区。2008年に着工。2011年に880個が竣工。148街区。ザ・ゲートタワー。 ザ・ゲート・タワー・ウエストの二棟から構成されている。三井不動産柏のハキャンパスエリアの街づくり。2013年度、グッドデザイン賞を受賞。三井不動産グループ。2019年8月30日閲覧。二番街概要を決定4月下旬モデルルームオープン。予定、パークシティ柏のハキャンパスザ・ゲート・タワー・ウエスト。skyskysky.net。 2019年8月30日閲覧。ありがとうございます。